長らくお待たせいたしました。ただいまから音楽イベントを始めさせていただきます。トップバッターは陸上自衛隊姫路駐屯地の隊員で構成される姫路白鷺太鼓による和太鼓の演奏です。姫路白鷺太鼓は日本の伝統芸能である和太鼓を自衛隊で残そうと平成2年に姫路白鷺太鼓保存会として発足しました。聞き手の心と体に響くような演奏を目指し、聞く人の心に響けや白鷺太鼓をモットーに日々訓練を重ね、西播磨地区を中心とし各種イベントに参加しています。それでは皆さんよろしくお願いします。こんにちは、姫路白鷺太鼓です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、音楽イベントのトップバッターを務めさせていただくわけですが、本日は、我々姫路白鷺太鼓はですね、姫路駐屯地に、駐屯しております。第3特化隊及び第3高所特化隊内の人員で、構成されております。本日については11名での参加になりまして、計4曲を準備しておりますので、最後までお楽しみください。先ほどお送りした曲はですね、流れ打ちという曲で、川の流れを太鼓で表現した曲になります。続きましての曲は、我々、自衛太鼓はですね、全国にあの自衛隊の太鼓のチームあるんですけれども、北海道の幌別駐屯地にあります北海自衛太鼓というチームが、大元になっております。そこのチームが、入門曲として一番最初に、部員に教える曲、日本の春夏秋冬四季を、太鼓で表現した曲、四季打ちという曲を、実施したいと思います。それではお聴きください。Thank you.
四季打ちお聞きいただきました。続いて3曲目いきたいと思います。3曲目についてですね、山に向かってこうヤッホーといえばヤッホーと帰ってくるあの山彦をイメージした曲、その名も、まあ、その名前の通り山彦という曲なんですけれども、実施したいと思います。それでは聴きください。お聞きいただきました。山彦に聞こえたでしょうか。続いてと言いましょう、もう次で最後になってしまうんですけれども、続いての曲については、武将という曲なんですけれども、この武将についてはですね、ちょっと余談になってしまうんですけど、昨日、世界不思議発見見た人いますか？見ました。世界不思議発見、僕も昨日ちょっとたまたまテレビで見てたんですけど、なんかランキングがあって、世界の死ぬまでに一度は行ってみたいお城、なんか、まあ、2位までしかなかったんですけど、2位まで発表がありまして、まあ、1位が、ドイツのなんかどっかのちょっと忘れたんですけど、国で、あのお城で、2位がなんと我々が駐屯している、姫路市にあります国宝姫路城、これが2位です。ありがとうございます。まあ、僕のもんじゃないんで何とも言えないんですけど、まあ、ちょっと余談になってしまったんですけど、まあ、この武将という曲についてはですね、我々が駐屯しております姫路市の、国宝姫路城に、昔、おそらくいたであろう武将をイメージして作った曲であります。バチを刀に見立てた動きとありますので、最後までお楽しみください。なおこの後も音楽イベントは続きますので、最後までお楽しみください。それではお聴きください。武将です。
ました。姫路白鷺太鼓による和太鼓の演奏でした。